皆さんボンジュー、パリOLです。ご覧の通りだいぶ夏らしい気候になったパリ。まだ朝晩は冷えますが、昼間は上着なしでも出かけられるくらいです。先日出かけていたら通りがかりに蚤の市を発見したので、その時の様子をシェアします。今回は思いがけず出会ったとあるものを連れて帰ったので、その購入品もお見せします。ぜひ最後までご覧ください。では早速蚤の市の感じをご紹介していきます。今回は出店数はかなり多くて全部見切れないくらいだったんですけれども、このように本当に品の状態がいいものが多かったっていうのが一番の特徴な気がします。こちらはすべて70年代のガラスのコップになります。それからこちらはお皿たちです。こちらのスタンドはおそらくデッドストックの取り扱いだったのかなっていう感じですね。はい、それからこちらはアート作品になります。でちょっと動画だと伝わりにくいかもしれないんですけど、立体的な絵になっていて、どれもフランスっぽくて可愛いなと思って見ていました。これらについてはちょっと年代はわからないです。それから蚤の市の定番の小物入れやアクセサリーたち、こちらも全部可愛かったです。本当にこういうのって一つ一つ見ていくと時間があっという間に過ぎてって、はい、時間の概念を忘れちゃいます。皆さんにもこの蚤の市に来ている気分を味わっていただけるとすごく嬉しいです。このスタンドは規模はそんなに大きくなかったんですけど、特にこのテーブルに置いてあったものすべてがこう結構私好みのものがいろいろ揃っていて、もう目に映るものが全部可愛いって感じで、なかなか次に行けませんでした。手前に映っているのは香水の容器たちなんですけど、インテリアのアクセントになりそうですごくいいなと思って見ていました。足元の段ボールも絶対に見逃してはいけない場所です。積み重ねられた段ボールの中にも掘り出し物があったりするので要チェックです。この辺りは全部一つ5ユーロでした。これもかなりもう最初の値段から安いんじゃないのかなと思います。これらのグラスは一つ10ユーロというふうに出てました。右手に映っているのは有名ブランドたちが競馬の時に出したポスターだと思うんですけど、ちょっとこちらあまり事情が詳しくなくてよくわからないんですけど、とにかく馬とコラボしたポスターたちが10ユーロで売られていました。
ちょうど花びらがたくさん舞っている時で、このようにスタンドにところどころに花びらが落ちていて、これがまたいいなって、この季節ならではの蚤の市だなと思って見てました。このもこもこしたデザインの一人掛けの椅子は、腕掛けがついている方が250ユーロで、ついていない方は100ユーロでした。このコーナーはなんかまさにアンティークって感じで、すごい可愛かったですね。こんな感じでサントスタッシュの教会の前の広場だったので、すごく人も多かったです。とにかくこの青空が嬉しすぎます。もう真ん中に2つ置いてあるすごく細工の細かいグラスは、ちょっと見間違いじゃなければ1つが50ユーロだったと思います。この辺りの食器はまた全て5ユーロ。絨毯は地べたに置かれていたので、いろんな人に踏まれてました。こちらの花瓶は柄も形も特徴的で、すごくオリジナリティにあふれているなと思いました。このように大陸を渡ってきたのかというような大きな棚もありました。カトラリーもこんなにたくさんの種類がありました。奥にはピクニックを楽しんでいる人たちがたくさんいらっしゃいます。はい、で今回はこのように大型の棚なんかも結構置いてあったりして、どれもすごくアンティークなデザインもまさにそんな感じだったので、どれもすごく好みだったんですけれども、価格的には大きいサイズのものが200から300ユーロくらいで、小さいサイズのものについてはだいたい100ユーロ前後であるみたいです。でいずれにしても持って帰るのがこう大変だくらいの大きさなので、配送は無料で、まあ、パリ市内とかだったらやってくれるそうです。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。で終わりにしようと思ったんですけど、購入品があるのでこの後お見せします。はい、購入したのは今私が取ろうとしているこちらの入れ物ですね。デザインすべてがすごく好みで、この色の感じといい形といい、なんかもうすごいツボだったので、一度見た後に忘れられなくて、お店に戻ったらまだあったので連れて帰りました。1つ10ユーロでした。で今のところディフューザー花瓶として使おうかなって思ってるんですけれども、皆さんも何かいいアイディアがあれば教えてください。お願いします。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アップリュース。